はい、こんにちは。パーソナルボクシングといえば富田、トレーナーの富田です。今回はちょっとこの練習、これサンドバッグでもできるのでちょっとねやりたいんですけれども、ひたすらみんなねぶち込もうと思ってね、もう叩き込むことばかり意識して練習するので、それじゃないですよと、楽器を弾くようにテンポよく拳をね当てていく、それだけ。太鼓とか鉄筋木筋とか、まあ、ピアノの鍵盤ね、鍵盤叩く、要はピアノって弾くときって鍵盤叩いてるので、まあ、そういう楽器弾いてるようなドラム叩くようなね、そんな感じのパンチの打ち方を身につけたいわけですね。なぜ楽器音が鳴るか、衝撃が起きてるからですね。接触面に大きな衝撃が起きて、その衝撃が音になってるわけですよね。ということはテンポよくコン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 拳をうまく当てれたら、そこに衝撃を起こすことができるということなので、相手にダメージを負わすことができますよね。ということで、いかに筋力でうーんって叩きつけるかではなくて、いかに上手に拳を接触、拳で衝撃を与えれるかどうかね、ここをね身につけたいので、そのための練習をします。じゃあちょっとこれ受け取ってもらって、テンポよくいくだけなんで、コンと拳をリズムよくコンコンと当てるだけ。コン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 、こんな感じ。コン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 、あ、そのまま折ってもらっていいですよ。コン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 、テンポよくコンと当てていくだけ。コン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 、テンポよく叩き込むんじゃないですか。コン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 、これだっけ。これをね覚えたい。楽器を弾いてる、太鼓を叩いてるように、これねサンドバッグでやりましょう。あんあんじゃなくて、バンバンだけじゃなくて、テンポよくドラムを叩いてるように、これいきましょう。コンビネーションうまくなります。速くてテンポがいい、要はコンビネーションスピードも速いし、一発一発も速いにもかかわらず強い衝撃一点突き抜けるんで、自分でやってたら分かりにくいかもしれないんですけど、相手が結構来るでしょ。来るんですよ。そうなので、もうシンプルに今の動きするだけですね。ちょっとね練習でノックするようにね、拳でノック、腕の出し引きじゃないですよ。腕を出し引きするんじゃないですよ。ポンとコン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 、ノックするだけですよ。棒でコンコンってやってるの。コン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 、これやってるのと一緒ですよ。コン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 、これやってるんでしょ。この拳の拳、これを当てにいく。ポンとポンとポンと、これちょっとね練習してボクシングのパンチを身につけてもらえればと思います。こんな感じですね。これで実際の先生で言うたら、そのどれぐらいの力でやってあるんですか。どれぐらいのマスとか実践とかで比べると、どういうことですか。その力の、リズム、力加減にスピード、力加減スピード、その認識はちょっと違うんですけど、いかにどこまで衝撃を与えたか以外ないです。俺が力使ったかとかスピード上げたかとかいう発想じゃないってことです、そもそも。この体このパンチに限っての話なんですね。この連打に関しての話なんですけど、今受けたぐらいの衝撃を与えただけです。僕のニュアンスが、今受けたであろう衝撃分だけ与えただけです。力を入れたとか抜いたとか、
スピード落としたとか早めたとかそういうことじゃないです。そっちへの衝撃をそれぐらいにした、それだけです。でもっと衝撃を高めることはできるんですよ、うん、ですよね、うん、だから実際試合の時はそのぐらいの勢いでやってる、うん、パワーとスピードでやってるっていうことですね、うん、でちなみにパワーとスピードは同義以降ですよ、同じですよ、はいはい、瞬発力はね、うん、ちょっとどんなんかなと思って受けたいなと思ったんです。ああ、オッケー、ちょっとだけやるんで、じゃちょっと衝撃を上げます、はいはい、そこに行く勢いを上げます、はいはい、うん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 、はい、うん、抜きそっちへの抜き具合を上げます、おい、うん、そうこれ、うん、あー、これはやっぱ見た人誤解するかもしれませんね多分力いっぱいやろうとするでしょうね、うん、おそらく多分違うと思うんですよ、そうそう、多分ですよ、うん、おそらくうんっていう力を上げたりとかグーっていう力を上げるから今のになる、ノックから、うん、そうそうそうと思ってると思う、そうそう、これこういうイメージになるんでしょ、そう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 、多分なるでしょうね、そう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 、今自分ができへんと思うんで、多分抜けって言ったらほんまに力抜ける、抜いてもですかみたいになって思って、じゃあ早めろって言ってもじゃあそれ以上やると今度力が入ってまうんで、こういうノックじゃなくなると思うんですよ、うん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 、だから僕ほら強くとか早くっていうことは使うので、早くしろって言わんですよ、テンポ上げてくださいとかしか言わんですよ。ただ今の強弱っていうか、その動画の時の強弱と今の強の差は何なんやろうと思ったんですよ、うん、まあなんかためなんかスピードなんか距離なんかと思ったんですけどね、ちょっといやなんとなく、うんうんうん、分かります、いや分かりやすいですから、あるんですよ、はい、立ってるでしょ、はい、ね、SNS やってるよ、フォローしてね。